はい、ということで今回は上履きですね。こちらの廃話になってしまった上履きをオキシクリーン付けすることによってどれだけ白くできるのか、今回は実験してみたいと思います。さあ、それではこちらの灰色の上履きを漬け込んでいきましょう。こちらシャワーの方は60度の設定にしてます。40度から60度のお湯に溶かす。これで大体4リッターから5リッター入ってるはずなので、ここにオキシクリーン、ちょっと頑固な汚れなのでメモリ3まで入れています。さあ、それではですね、こちら20分から6時間漬け込んでおくということで、ちょっと長めに置いておきましょう。それでは皆さん、3時間が経ちました。灰色の上靴、世紀の一瞬でございます。こちらです。うーわ、すっごい周りめっちゃ黒いねんけど、何これ。あー、見た感じはちょっと取れてないんですけど、ここをこうこするとちょっと白くなりそうですね。これをでは最終的にゴシゴシとこすりながら、綺麗になった上履きを皆さんに見てもらいましょう。はい、ということでね、オキシクリーン付けした上履きがどのようになったか、こちらでございますね。はい、どうですか。めちゃくちゃね、白くなってませんか。で、元の上履きに洗う前が、まあ、こんな感じですよね。まあ、ものすごいね、もう灰色の上履きなのって思うぐらいでしたけども、今回これがこんだけ白くなりました。でですね、まあ、オキシクリーンにつけただけではこんだけ白くなりません。で、つけ込んでから、まあ、ブラシでね、ゴシゴシとこすってあげることで、まあ、これぐらいの白さまで戻ることができます。ですので、皆さんね、汚れをなかなか落とせなくて困っている方、オキシクリーンを使ってみてはいかがでしょうか。あー、ボンシェルの黒い部分も落ちるんかな。はい、ということで今回は上履きですね。こちらの廃話になってしまった上履きをオキシクリーン付けすることによってどれだけ白くできるのか、今回は